皆さんこんにちは。こちら iPhone X のね背面ですけども、まあこれね今何にも貼ってない状態なんですね。ガラス仕上げで、こちら7プラスの方ですが、これもね何も貼ってないんですね。でこれはマットのねブラックですけども、まあそれでこういったこの iPhone 側に模様のあるねケースってあるじゃないですか。これはスティールってところですが、まあこれはシュペゲンのリキッドエアってやつですかね。でまあこういうのの場合ですね、まあこれね見るとわかるんですが、まあちょっとねしばらく入れたままにしてるとね、こういう跡がねついちゃうんですよね。まあ非常にねこれ気分が悪いんですよね。まあそれでまあこれまあたまにね、まあ週1ぐらいでこういったあのウエット系のまあガジェットクロスで、まあ、拭けばですね、まあ確かにねこれ取れるは取れるんですが、まああんまりね長い間入れたままにしてると、まあこれもねなかなか取りづらくなってくるんですね。でまあこれ結構強く拭かないと取れなかったりします。まあそれでまあ手っ取り早いのはこういった純正のようなね内側が肝になっているケースを使うのがね、まあこれ何も気にしないでいいんですが、まあやっぱりこういったまあ外観のデザイン上ね、どうしてもこういうのを使いたい時ってあると思うんですよね。で今日はねそういう方のためにね、ケースの跡がつかないような、まあ、この樹脂系の背面フィルムをねちょっとご紹介したいと思います。はい、それではですね、こちら Amazon から届きました。今回はね2種類ほど用意しました。まあ、これ7プラス用とね10用なんですけども、まあ、それぞれねちょっと貼ってみたいと思っております。はい、こちらですね。これねラスタバナナっていう会社の、まあ、製品なんですけどね、この7プラスの方はね以前貼っていたことがあります。でこちらこのラスタバナナの何がいいかって、まあ、前にもねご紹介した時に何度もねお伝えしてますが、このねジョイントマーカーっていうね、この12目を、まあ、ライトニングの、まあ、この端子で行うっていうね、まあ、そういったね素晴らしい仕組みをつけているわけですね。でこれが7プラス用ですね。まあそれでこちらは転用ですね。まあ転用なので、まあこれ最近ね発売されたものだと思うんですけども、まあこれにもねジョイントマーカーが当然のようにねついています。でこれ樹脂系をおすすめするのはなぜかというと、厚みがね薄いからなんですね。はい、それではね早速貼ってみたいと思いますけども、まあ、これ iPhone X についてはバンパーをねご紹介した時に、まあ、それに付属していた、まあ、このガラスをねつけていたことがありますよね。ただねそのガラスのやつをね背面につけますと、まあ、これフルカバーのねケースなんかに、まあ、これつけたまま入れるとねちょっとフィット感がね悪かったんですよね。なのでね樹脂系をまあ、フルカバーの方にはおすすめしたいです。でこれ内容はこのフィルム本体と取説クリーニングクロスと、まあ、そんな感じになっています。でこれ一応ねクリーニングクロス事前に掃除はしておきましたけども、まあ、ちょっとねこれで拭きますよという感じですけども、まあ、それでただ、まあ、これホコリ取り用のねシールなんかはついてないんでね、まあ、ちょっとまあ自分でこの、まあ、セロハンテープなんかをね用意して、まあ、ちょっとペタペタと、まあ、気になるホコリをちょっと取ってみた方がいいかとは思います。まあペタペタペタと、で私結構ねホコリを混入させちゃうことがね多いんで、まあ、ただ今日はこのまたお風呂場でね特設ステージでやってますから、まあ、湿度があるんでねそんなにホコリは舞ってない感じはします。まあさすがにねこれ全裸っていうのはねもう季節的に難しいですよね。でこれ本体でこれねよく見ていただくと分かるんですが、このまあ、上3分の1にね切れ込み入ってますので、まあ、1、2目はね上の3分の1を剥がします。でこれがねジョイントマーカーの穴ですよね。でここにライトニングを入れるということです。でこれ早速この上のね3分の1を、まあ、剥がしましてね、だこれ剥がす前にジョイントマーカーをね差し込むのもありだと思います。ちょっと私は先にやってしまいましたけども、まあ、これねホコリをね気をつけるんであればこっちが先の方が良かったかもしれないですね。でこれ今刺して、で上の3分の1をこれね1、2目をねしてるとこですけども、まあ、どうもねこれ
端っこからやっぱりやった方が良かったみたいですね。ちょっとこれ2回目ですね、やり直して。これでね、結構綺麗に貼れました。で、下の3分の2ですけども、まあこのライトニングのね、この1、2目のジョイントマーカー、これも外しちゃって、それでまあこれね、フィルムの方をね、この裏紙をね、剥離シートを剥がそうと思います。で、なんかね、今回の iPhone X のやつね、結構ね、張りがあったんですよね、このシート自体に。だからね、なんか従来型のフィルムよりもね、硬いので、あっという間にね、密着しちゃったんですよね。だからこれガラスとね、なんか普通のフィルムのね、中間ぐらいの張りを感じましたよね。とてもね、貼りやすくて、なんかうまくいっちゃったんですよね、これね。もうほとんど完璧。めったにね、ないことなんですよね、私。まあ、下手ではないけど、うまくもないって、そんな感じです。で、こんな感じでね、まあ、ちょっとね、このカメラの左側にホコリがあるのは、これね、貼ってない部分だから、まあ、関係ないんですよね。結構綺麗に貼れました。下もね、密着がしっかりしましてね。まあこれね、下地がガラスってこともあるんでしょうね。でも次、7プラスですね。で、こちらまあこれ内容物とか一緒なんで、ちょっと早送りしちゃってますけども。で、こんな感じで、はい。でね、剥離シートをね、これ剥がそうとしたんですけど、どうもね、これ7プラスだから1年前のやつじゃないですか。で、ちょっとね、材質が違くてね、少し柔らかいみたいなんですよね。で、どうもうまく剥がれないんで、この上向きに粘着部分をしちゃうっていうね、ちょっと失態をしていますけども、まあそこはちょっと突っ込まないでください。まあ幸いね、ホコリは入んなかったみたいでしたけどね。で、これ、まあ、ジョイントマーカーのね、ところを今刺しているところですけども、ただまあこれ刺してから上の剥離シートのが良かったかもわかんないですよね。これはね、あの撮影を見てからね、思ったんですけど。で、こんな感じで、で、さっきのよりね、張りがないんで、ちょっとね、ベタっといかないんでね、左の端からそろりそろりと密着させながら貼りました。で、やっぱこれ下地がマットブラックっていうのもありまして、まあ、結構ね、強くこすっていかないと綺麗な密着はね、得られないようですね。結構なね、あの圧力かけながらこう擦りましたけどね。で、これ下の3分の2ですね。で、これもね、なんかガラスとかのね、感覚でやっちゃうと綺麗に貼れないんで、本当にちょっとずつちょっとずつ、まあ密着をしながらですね、まあこれ貼っていった感じでした。そう、1年前にね、ちょっとやった時をね、思い出しましたね。ただね、その時もね、気泡とかムラはね、時間が経つと意外と落ち着いたんで、まあ、そんなにね、この最終的にはね、何の問題もないです。ただ貼る時が結構時間がかかるなっていう、まあ、そんな感じのね、この背面のフィルムなんですけども、そう、こうやってもうちょっとずつちょっとずつやったわけですけども、うん、これでまあまあ終わりました。少しまだ気泡残ってますが、まあこれね、次第に落ち着いていく感じでしたよ、これは。で、これ最後、まあ、端っことかもしっかりこすって完成というね、まあ、そんな感じです。これなんちゃってジェットブラックみたいな、そんな感じもございますけども、まあまあ綺麗に貼れたんではないでしょうか。あ、一部ね、ちょっと浮いてるとこあるかな。まあ次第に落ち着くでしょう。はい、ということで今日は10と7プラスね、それぞれに、まあ、この内側にね、模様があるタイプのケースの時に跡がつかないように、まあ、この樹脂系のフィルムを貼ってみました。まあこれね、どうしてもね、こうスティールとかデザインがね、結構いいんで、まあ、これを選ぶとね、まあ、やった跡がついちゃうわけですけども、まあこれでね、もうしばらく入れっぱなしにしてても、この変な跡がつくことを避けられます。で、もちろんこれ肝系のね、純正なんかは、まあ、何もね、そういうことしなくても、まあ、跡はつかないということなんですけど、まあ、ケースだけはね、好みありますんで、まあ、これもね、何か選択肢にしていただければ幸いです。はい、それでこちらね、 Amazon ではこれ iPhone X 用はね、背面だけ売ってますよね。それで7プラス用も背面だけをね、この売っているので、
まあこのいいんですけども8プラスはねどうかと思って探してみたんですけども、まあ、これ一応8プラスとね名打って売っているものとしてはこれこの液晶面と背面のねセットのやつだけのようでしたよね。まあ、ちょっとね品切れかもわかんないんですけど、私が探したところこれしかなかったです。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。